メロチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは。メロ大阪トップスタイリストの達也です。今回はですね、芸能人の方の髪型について徹底解説していこうかなと思います。この方ででん、キムタクさんです。木村拓哉さん、インスタとかでも最近ファッションとかね、すごいおしゃれで、僕たちのね、年代だったりとかストリートファッションが好きな方にすごい支持されてるっていうのを結構聞きますんで、どの世代にもおしゃれ番長というか結構影響力を持つ方なんじゃないでしょうか。実はこの木村拓哉さんのこのグラメゾンの髪型、岡村隆史さんすぎる TV っていうね、出させていただくことができまして、岡村さんをちょっといじれるところまでちょっと VTR 使っていただけて、このグラメゾンのこの髪型でちょっと僕らさせていただいて、ちょっとご紹介していけたらなと、はい、思います。そしたら早速いきましょう。この木村拓哉さんの髪型ですね、まあスパイラルパーマなんですよね。結局ベースは全体的にも結構ね、軽めのスタイルで構成されてるかなっていうのはね、感じますね。横は刈り上げて、後ろも刈り上げてます。なんか最近もうマッシュ流行りからだんだんちょっともう薄れていくんちゃうかなと個人的には思ってるんですけど、横があんまりこうボコって丸くならないようなラインで切られてますね。こう切ることで横の膨らみとかが消えるんで、顔がシュッとして見えたりとか、できるだけちょっと頭をねちっちゃくしてっていう感じですね。フェイススパイラルパーマをぐわーっと全部当ててるんで、前髪の部分ね、結構ボリュームがグオってこうおでこが出てるようなに出てると思うんですけど、これはね、なんでこう出て見えるかっていうのも、一つまあスパイラルパーマかけてるっていうのはもちろんあるんですよ。ボリューム感が出るっていうのはあるんですけど、ここをできるだけね丸く残さずに締めて切り切ることで前に勝手にボリュームが出て見えるんですよね。おそらくまあ木村拓哉さん髪の毛の量多い方だと思うんですけど、まあ、40代の方ねとか30代でも早い方は結構前髪のねおでこの広さだったりおでこの毛量だったり気にされてるね方がいらっしゃると思うんですけど、そういった方とかにねこのスタイルはすごいおすすめなんじゃないでしょうかね。全体的な髪の長さも目かかるギリギリぐらいですよね。眉毛ちょっとね、眉毛出てないですけど、僕は眉毛別に出るぐらい、かかるかかからないかぐらいでかけてもおしゃれなんじゃないかなとは思います。この人ね、カラーもしてるんで、ちょっと明るめのブラウンですかね、主系のブラウンをおそらくされてて、パーマで若干色が抜けてるっていう感じではあると思うんですけど、より柔らかいちょっと印象にね見せている髪型なんじゃないでしょうか。はい、そしたら、まとめ、この木村拓哉さんのこのグランメゾンの髪型はまあ誰にでもできます。正直、誰でもできます。誰でもできるプラスメリットとしては、薄毛だったりおでこの広さが気になる方にもよりおすすめの髪型になるんじゃないかなと思います。スパイラルパーマって言ったらね、皆さんこうチュルリチュルリドッピャーみたいな感じでね、はい、想像される方いると思うんですけど、緩めにもかけれるんで、まあ他のねこのメロチャンネルで上げさせてもらってるパーマの動画、ちょっと以前のやつなんですけど、見ていただいたらスパイラルパーマがどういうパーマかっていうのもね、わかるかなと思うので、ぜひそちらもね、ちょっと合わせて見ていただけたらなと思います。そしたら、今回も来ていただいてありがとうございます。このね、チャンネルでもね、まだまだこれからね、どんどん、芸能人の方の髪型だったりとか、今流行りの髪型、この人の芸能人の髪型とかね、徹底解説していけたらなと、はい、思いますので、またよかったら見てください。最近ね、YouTube でね、見てくれたね、お客様もね、すごい多いので、そういった方にはね、ちょっとあの概要欄にも書かせてもらってるんですけど、YouTube を見たよっていう方限定で、トリートメントのねサービスもねちょっとつけさせていただいてますんで、ぜひねそちらもね体験しに、ベロ大阪、達也にお任せいただけたらなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価だけはい、よろしくまたお願いします。そして今日はベロ大阪トップスタイリストの達也がお送りしました。ありがとうございました。